7月13日のランキングではナンンバーアンダーアダラインアイの楽曲「ボンが更新1位に輝きましたこの結果はファンたちの熱心なリクエスト活動の成果といえるでしょう現代の音楽業界においてファン活動はアーティストの成功に欠かせない要素となっていますその中でも推し活という言葉が広がりファンたちが自分の好きなアーティストを応援するためにさまざまな活動を行っています 今回は、シしリクデイリーランキングに焦点を当て、その魅力や背後にあるストーリーを掘り下げてみましょう。シしリクデイリーランキングとは、有線が提供する音楽リクエストサービスで、毎日18時にリセットされるランキングシステムです。ファンたちはこのランキングを利用して、好きなアーティストの楽曲をリクエストし、ランキングを上げるために努力しています。例えば、7月13日のランキングでは、 ナンバーアンダーライン・アイの楽曲、ボンが更新1位に輝きました。この結果は、ファンたちの熱心なリクエスト活動の成果といえるでしょう。あるファンは、今日は仕事が休みだったため、18時過ぎにリクエストを試みましたが、アクセス集中しております、とのメッセージが表示されたそうです。しかし、彼女はアイリーズとしての誇りを持ち続け、優雅にリクエストを続けたと語っています。 このような個々のファンの努力が集まることで、ランキングが形成されるのです。毎日18時にリセットされるという仕組みは、ファンたちにとって一種のチャレンジでもあります。日々のリクエスト活動が必要であり、継続的な応援が求められます。このような仕組みがあることで、ファンたちは一層団結し、共通の目標に向かって努力することができます。おしりくデイリーランキングの魅力は、 単にランキンキグを上げるだけではありませんファンたちにとってリクエスト活動を通じてアーティストとの距離が縮まりより強い絆を感じることができるのです例えばランキングが上がった時の喜びや達成感はファンたちにとって大きなモチベーションとなりますまたリクエストを通じて他のファンとの交流が生まれ新たな友情やコミュニティが形成されることもあります おしりくデイリーランキングを利用するファンたちは、ただランキングを競うだけでなく、アーティストへの愛情や感謝の気持ちを表現する手段としても活用しています。例えば、特定の記念日やイベントに合わせてリクエストを集中させることで、アーティストにサプライズを届けることができます。このような活動は、アーティストにとっても大きな励みとなり、創作活動への意欲を高める要因となるでしょう。 現代の音楽業界では、SNS やストリーミングサービスが普及し、ファンとアーティストの距離が近づいています。その中で、おしりくデイリーランキングのようなサービスは、ファン活動の新しい形を提供しています。従来の CD 販売やコンサートだけではなく、日常的にアーティストを応援する手段として、多くのファンに利用されています。また、ランキングがリセットされるという仕組みは、 ファンたちにとって新鮮であり、毎日の楽しみとなっています。このようなサービスは、ファン活動の活性化を促し、音楽業界全体の発展にも寄与しているのです。さらに、おしりくデイリーランキングは、アーティストにとっても大きな意味を持ちます。ランキングが上がることで、自分の楽曲が多くの人に聞かれていることを実感でき、創作活動へのモチベーションが高まります。また、 ランキング上位に入ることで、新たなファン層にリーチする機会が増え、知名度の向上にもつながります。アーティストにとって、ファンからの応援は何よりの励みであり、その応援を目に見える形で受け取ることができるのは大きな喜びです。例えば、n o ア i のボンが更新1位になったことは、彼らの音楽が多くの人々に支持されている証です。この結果は、 アーティストにとっても大きな誇りであり、今後の活動への意欲を高める要因となるでしょう。おしりくデイリーランキングのもう一つの魅力は、その透明性と公平性です。リクエストが集計され、毎日18時にリセットされるため、どのアーティストも平等にチャンスがあります。ファンたちは自分の応援が直接ランキングに反映されることを実感でき、 公平な競争の中で自分の推しを応援する楽しさを味わえますこのような仕組みはファン活動を一層盛り上げる要素となっていますまたランキングがリセットされることで毎日新たなスタートを切ることができるためファンたちは飽きることなくリクエスト活動を続けることができます推しリクデイリーランキングはファンとアーティストの関係を深めるだけでなく音楽業界全体にも良い影響を与えています ファン活動が活発になることで、アーティストの認知度が高まり、新たなファン層が生まれる可能性が高まります。また、リクエスト活動を通じて音楽が広くシェアされ、様々なジャンルの楽曲が多くの人に聴かれる機会が増えます。このようなポジティブなサイクルが、音楽業界の発展を支える要素となっているのです。さらに、推しクデイリーランキングは、 音楽業界における新たなビジネスモデルの一つとしても注目されています従来の CD 販売やコンサートチケットの売り上げに加えリクエスト活動を通じて収益を得る仕組みが考えられています例えばリクエスト数に応じてアーティストに報酬が支払われるシステムやランキング上位に入ることでスポンサーシップの機会が増えるなど新たな収益源が生まれる可能性がありますこのようなビジネスモデルは 音楽業界の多様化と発展を促進する要素となり得るでしょう。おしりくデイリーランキングを通じて、ファンたちはアーティストへの愛情を形にすることができます。日々のリクエスト活動を通じて、アーティストとの絆を深めることができるのは、ファンにとって大きな喜びです。また、ランキング上位に入ることで、アーティストが多くの人に聞かれる機会が増え、音楽の力を広めることができます。 推しリクデイリーランキングは、ファンとアーティストの双方にとって素晴らしいツールであり、今後も多くの人々に愛され続けることでしょう。最後に、推し陸デイリーランキングがもたらす未来について考えてみましょう。技術の進化に伴い、リクエスト活動の手段や方法も多様化していくことが予想されます。例えば、AI を活用したリクエストの最適化や、バーチャルリアリティを用いたリクエスト体験の提供など、 様々な革新的なアイデアが生まれることでしょう。このような進化は、ファン活動を一層楽しく、魅力的なものにする可能性があります。また、音楽業界全体の発展にも寄与することでしょう。推しクデイリーランキングは、単なるランキングシステムではなく、ファンとアーティストをつなぐ重要なツールです。今後もその魅力を保ちつつ、さらに進化し続けることで、 音楽業界の未来を支える一助となることでしょう。これからも多くのファンがおしりくデイリーランキングを活用し、アーティストへの愛情を表現し続けることを期待しています。